年4月26日体は、アメリカ合衆国、ハワイ準州マウイ島出身の元プロ野球選手。愛称は、エンディ宮本ハワイのボールドウィン高校卒業。ハワイ陸軍選抜チームでは5番打者を務め、メジャーリーグと対戦して、本塁打を打ったことが評判となり、1955年5月2日に、読売ジャイアンツに入団する。一年目から、 外野の控えとして51試合に出場する。2年目の1956年には、南村友香に代わって、右翼種のレギュラーに定着して、クリーンアップを打ち、打率、263、19本塁打、69打点を記録し、打点王のタイトルを獲得。翌1957年も打率、259、21本塁打、 七十八打点と二年連続で打点王に輝いた。同年にはリーグ最多の百九三振も記録している。腰を痛めて九百五十八年以降成績が急激に落ち込み、九百五十九年を除いて毎年2割四分に満たない低打率にあえぐ。一方で大舞台に強く、オールスターゲームでは九百五十七年の第二戦、九百五十八年の 1> 第1戦と最優秀選手を2回獲得。日本シリーズでも、1961年の日本シリーズでは、シリーズ首位打者になるとともに、第3戦の逆転タイムリーアンダ第4戦の9回裏に四万塁からの逆転、サヨナラアンダが評価され、最優秀選手を獲得した。なお1957年の日本シリーズでも、関東賞を受賞している。 1963年1月8日に北川義夫との交換トレードで高林恒夫と共に国鉄スワローズに移籍。国鉄では5番打者を務め、打率252、11本塁打を記録する。1964年は代打要因となり、1965年に球団の経営権が国鉄から産 k に乗とされる中での経営、立て直し策の結果、 町田幸彦、土屋正隆と共に対談し、現役を引退した。引退後は、ハワイヒッカム空軍基地に勤務し、後実業家となった。対象製薬の栄養ドリンク、リポビタン D の初代 CM キャラクターでもあった。筋肉リュリュの体育と寒い時でも、半袖で剥き出した丸単棒のような腕っぷしでットを力いっぱい振り回すパワーヒッター。三振も多かったが、 三振しても必要以上に悪びれることなく、笑顔で戻ってくるところが帰って新鮮な魅力となり、その爽やかな笑顔は、100万ドルのエクボとも呼ばれ、女性ファンからアイドル的な人気があった。巨人在籍当時、七光会を結成していた、水谷義恵、東郷玉美、浅岡幸二と親交があり、宮本が楽屋を訪ねたり、三人が、球場に応援に来ることがあったという。なお、 夫人は巨人のチームメイトであった内藤博文の実妹で女優の内藤紀美子。ありがとうございます。